日露戦争の講和条約、ポーツマス条約について、日本全権団の代表であった、小村寿太郎全権は、ポーツマス条約締結の際に、このように記録しました。日本国天皇は、文明と人道を尊重し、平和のために妥協の精神を持って、賠償要求を撤回し、樺太の分割を承認せられ、会議成立を命ぜられたり、